にちは、クーペンの岩崎です。今回はですね、頭皮のかゆみを抑える方法と原因を4つ紹介したいと思います。頭皮のかゆみの原因の1つ目です。化学物質による原因ですね。それによって刺激されることによって頭皮がかゆみを起こしてしまうということが考えられます。カラーやパーマ、あとはですね、日常使いでのワックスやスプレー、そういったものも地肌についてしまったりすると、どうしても頭皮が反応してしまい、刺激となりかゆみを起こしてしまうこともあります。2つ目はですね、雑菌の増殖です。皮脂、油ですね、油などが酸化することによってそこにばい菌が寄ってきてしまいます。この皮脂の分泌とかに関しましては、偏った食生活や仕事でのストレス、そういった生活のリズムが崩れることによって、起こる原因となりますので、しっかりとした、食事のバランスだとか睡眠バランス、睡眠時間の確保見直していただくことが雑菌を抑えることとなります。はい、3つ目です。3つ目はですね、シャンプーやコンディショナーの、すすぎ残しが原因となることも考えられます。シャンプーとかコンディショナーが頭皮に残ってしまった状態ですすぎが甘かったりすると、どうしてもそのまま化学反応を起こしてしまったりとか、化学繊維のため頭皮が荒れてしまうということが考えられます。そこからかゆみが残ってしまうことは絶対ありますので、しっかりとしたすすぎはやっていただくことが良いかと思います。はい、最後4つ目です。4つ目はですね、シャンプーなどする時の方法ですね、をお伝えしたいと思います。まずはしっかりとしたすすぎをやってください。すすぎをする際はですね、38度前後のお湯を使っていただくことが大事となります。で、シャンプーする際しっかりとしたすすぎを行った後にですね、ポンプでこうシャンプー出すと思います。それをですね、なるだけ手に伸ばしていただいてから髪の毛につけてください。シャンプーを直で頭皮につけてしまうと、頭皮が弱い方っていうのは荒れてきてしまいますので、しっかりちょっと伸ばしてから、少し毛先の方からこう泡が立つようにして頭皮につけていただくことが良いかと思います。はい、でコンディショナーとかトリートメントをつける際も、頭皮にはつけないようにつけることがいいです。なぜかと言いますと、毛穴に詰まってしまうと、かゆみの原因にもなりますし、抜け毛とか、そういったことにもなりますので、ダメージが気になる部分だけ中間毛先につけていただいて流すっていうのが良いかと思います。でですね、シャンプーする際に結構ありがちだと思うんですけど、かゆいからといって強くこすってしまう、これは絶対ダメです。なぜかと言いますと、頭皮を傷つけてしまいますし、かゆみが出たからといって何回もかくことで、カサカサになってフケも出ます。で、そこが皮が剥がれてしまって、バイ菌が入ってしまうことも考えられますので、かゆみがあるのであれば、食生活と先ほど言ったバランスとかの調整をすることも大事ですし、シャンプーの見直し、生活の乱れを見直すことも大事になってきますので、無理やりかゆくなっているところをかきすぎないということも大事になりますので、ぜひ注意してみてください。はい、今日はかゆみについての、美顔講座でした。ぜひ、日常生活に役立ててみてください。はい、それでは明日も美顔に、バイバイ。